こんにちは、皆さんお元気ですか？僕は先週3月10日から、5日間ほど、スイスのウスターという町へ遠征に行ってました。ウスターまでは、まあ、フランスから、スイス国境でつながっているので、電車でゆっくり6時間ぐらいかけて行って、チューリヒまで。で、チューリヒからウスターは電車で15分ぐらいと。まあ、電車ね、飛行機よりね、なんかこう、スペースもあるし、乗ってる間なんかいろいろネットもつながるし、僕は電車旅結構好きです。この大会なんですが、11月に1回行ってるんですね。同じ、賞金サイズと同じ会場で、まあ、主催者も同じような大会に出てました。で、その時優勝して、今回も、連続で2連勝できました。はい、ということで、決勝戦、VS ドイツのバレンティン・ラップ選手。両製図解説付きで、最後まで見ていただけたら嬉しいです。ではでは動画へレッツゴー。両製チャンネル、テーマはスカッシュ。はい、それでは決勝戦、ドキドキの決勝戦始まります。今大会で僕2年前から、真剣に PSA を、始めて5勝目を、かけた大会になりました。これね、決勝戦相手は、2個上かな、年上の、ドイツのバレンティン・ラップという選手で、ドイツでは4番手で、世界ランキングは130位くらいだったっけな、確か。はい、それくらいです。お、なんか1ラリー目いきなりロングラリーですね。結構ドライブの精度がいいぞ、2人ともタイトです。うん、わー、ナイスショット。なんかな、ロングラリーこういうので負けるのちょっとムムッとくるんですよ。なんかせっかくチャンス出るまで待ってたのに、後ろの肉かよみたいなね。まあでもね、クロスをねワイドに深く打つと、ああやってニックに絡んでさらに後ろのニックに入るというね、結構このショットあんま注目されてないというか、地味というかね、目立ってないけどね、割とウィナー取れるんですよ。意外と点取れるんですよね、このショット。お、なんかいいぞ、よくボールが後ろまでタイトに伸びてる。お、シャッ、わー、ナイスシャッ。わー、ちょっと自分の今のボレーストレートキルいい感じだと思ったのに。クローズラケットフェイスでね、バレンティン、トップスピンカウントドロップ入れてきましたね。今のすごい良かったな。僕結構試合開始直後、1ゲーム目の最初って なんだろうな、最初からこうやりたいことしかやらないからかわかんないけど、よく出だしこけるんですよね。だから今の試合、特に今大会、この試合は特に最初からまずはボールを後ろにね、しっかり、深く配球して、なんだろうな、こう自分のこうラケットの感覚とかをね、だんだんこう上がるまであんまりリスクなくドライブベースでね、しっかり、組み立ててから中盤から
前のショットとかね、混ぜていこうかなと思ってやってたので、最初はまあちょっとラリー長めにね、ベーシックにやろうと思ってました。まあこうやってね、ちょっと点取られちゃってるけど、まあ3オールくらいか、点取られちゃってるけど、やっぱ最初はまあ様子見っていうのもね含めて、ドライブベースでいった方がいいのかなと思います。これはちょっとダメだったな、不注意だったね。4-2だ。これはちょっと不注意だった。今のは全然もっと高く打って、それこそ後ろのクロスの、ワイドに深く打って、後ろの方でニックに狙うと、それがベストショットだったな。ナイスショット。そうそうそう。これね、打った瞬間、おナイスチョイスだねと思ったんですよ、自分で。っていうのも、ずっとドライブ後ろに打ってたから、バレンティンは普通にストレートを予測してたところを、自分はなんかね、なんか、あ、ボーストだと思って、来たと思って打ったんですよ。そうそう、今のこういう感じね、ボーストをねこう打たせられるという、ね、サイドオールから出てきてくれたおかげで、まあ、ボールがバレンティンの足元にいたから、レフリーはちゃんと打てなかったでしょってことでね、レッドになった。まあ、いいねいいね。ちょっと短いぞ。4本連続ぐらいで。お、短いぞ。あ、このショットも、お、来たと思って。安全にこう、点を取る、ショットだった、今のは。ティンからね、多分ね、20センチぐらいは上だったんじゃないかな。15センチぐらいは。でもやっぱショートストレートは、こう、アングルが、ちょっと待って、ああそう、ショートストレートの打つタイミングってやっぱりニックを打てるアングル角度がある時にはやっぱり積極的に打っていくべきですね。特にフォアハンドは簡単だから、バックの場合は、難しいからドロップを打つべきですね、同じシチュエーションでは。まあ、どっちも得意な人はね、どんどん打ってもらいたいんですが、自分はバックはドロップ、フォアはショートキルで大体使い分けてる。こういう感じ。
2、イエス、ナイスショット。やっぱりね、フォアハンド、あ、じゃあストレートはね、サイドール当たっちゃダメなんですよね。当たるだけでボールが速度落ちちゃうし、相手がそのショートキルを狙ってくるアングルができちゃうっていうのがね、これとか今のバレンティンのボレーストレートはダメだった。低いのに壁に当たサイドオール当たっちゃったから、自分が今一瞬時間できていいストレート打ってたね。今のはキャリーだったね。バレンティンが2回ラケット打ったから止めたんだ。うん、このゲームは良かったな。バレンティン何回かいいショット決めたけど、自分はミス1回1ティーン1本ぐらいだったかな。今のゲーム2本打ったかな。うん、でウィナーが多分7本ぐらいあったから、すごいウィナーミステイク比率が良かったね、このゲームは。2ゲーム目、そうそうそう、やっぱりゲームの始めはその1ゲーム目特に意識してたようにドライブベースで行こうかなと思って。まあこの試合全体的にね、ちょっと硬いスカッシュでやってみようと思ってシンプルにやってました。すごいこう 2-0 で 8-3 とかなんか余裕が出るまでは硬くやろうと思って。これすげえもったいなかった。入れるだけでよかった。なんかブレちゃった。うん、ナイスナイス。今のロブ良かったね。ボールが短いのが続いてたから、とりあえずちょっと後ろにね安全に下げようと思って。一本ああやってね抜くショットってかなり大事なんですよ。ずっと同じペースで打ってたり、ずっと短かったりするともう決められちゃう、相手にペース読まれちゃうから。これこれこれ、こういう感じね。さらにいい時はボーストも打たせられるというね、いきなりチャンスになると。クロスロブかなり大事ですね。もちろんストレートロブもだけど。でチャンスある時はバコバコ打っていくと。
抜くショット。あーちょっと安易だったな今のは。うん覚えてる。なんかボールに近すぎたかなんかだったんだよな。ちょっと安易にいっちゃった。ショットバレンティン。タイト。グッドショット。ちょっと甘いサーブです。来たと思って。ああ、ナイスショット。あんなにソフトに来ると思わなかった。フォール。いいよいいよ。わあ、タイツ。ナイスショット。ちょっとバックハンド側といい、こっちといい、ちょっとタイトで、これ英語でスクイーズって言うんですよな。まあ絞る、絞り取るとかなんかそういう意味で、グッドスクイーズだねって言うんですよ、タイトなボールをね。で決めた時、あ、でも今日結構あのクロスがいいかもな。深くいけてる。あー、ダメ。いやー、ボレードロップで決められたからよかったけど、今のバックハンドドロップは安易だったね。完全にチャンスボール出しちゃって、いきなり。やっぱ1ゲーム目よりね、多分集中力低いな、これ。バレンティンもグッドスクイーズ2回までやってるし、いいプレーしてるんだけど、自分のこう、圧倒的に、明らかにミスが多い。なんかこう、安易なミスが。6オール。ゲームでは一番大事なところかも。こう、こっから後半に、後半半分にね、どういうパターンになるかこう決まるというね、ここでの何ラリーかのプレーで。ナイスショットだったね、今、バレンティン。ボレードロップ。こうオープンラケットフェースで、サイドスピンをかけながらやるから、フロントロールに当たったらサイドスピンかかってるから、こうフロントロールに当たって床に当たってサイドウォールにこうだんだん寄っていくんですよね。
短いな、ちょっと抜くショット、そう、あ、失敗、そう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 、いよいよ意地でも抜く、そうそうそう、いいよ、おお、ナイスホールド、ナイスホールドストレート、ドロップ、ボスダメ、あま、あー、これ全然大してすごいショットじゃないのに、あそこからそれ行くかみたいな感じ、全く予想してなかった、8、7ダウンでそのボースト2連続がダメだな、クロスも甘いし、格上だったら確実にあのボースト2回とクロス甘いの1回で3回以内には点取られてる、ラッキー、うん、この点取れたのはラッキーだな、ちょっとバレンティンのラリーだったね、9-7と8オールではかなり違うから助かった、ここは。おー、ナイス、いいね、今ののストレート最高、そうそうそう、おお、危ねえ、おい、そうそうそう、やっぱ自分のまあちょっと得意なところはこう大事な瞬間大事なラリー時にこうペースを自然と上げられるんですよね、どんどん前に詰めていってボレーで自分の展開にしていくっていうのが結構得意だから、それでうまくいく、自分のラリーだから11-8うまくいくことがある、こう多くなるから結構後半は自分は自信ある、2 games to love、 決勝まで、あ、決勝じゃない、優勝まであと1ゲーム、そうそう、やっぱ後半にペースを上げたりこうボレーをもっと積極的に入れるかで、うん、リズム作れるから、それはやっぱね大事ですね、おお、これ最高だった、ストレートオブザマッチだと思うあのストレートは良かったね、よっしゃ。
ライジングで、打つときってやっぱクローズラケットフェースでトップスピンかけないと、ボールが浮いちゃうんですよね。でさっきの、1ラリー目のストレート、もし余裕あったらちょっと巻き戻して見てほしいんですけど、トップスピンかけたからあんなにこうボールが安定してシュッと後ろまで伸びてた。ナイスストレート、今のはナイスストレートだった。おっ、その前のニックがダメ簡単に行き過ぎ。ボディショット、いいよいいよ。最近ハマってるんですよ僕。ナイス。このね、抜くショットを入れるとこうチャンスボールの時とかにバコンっていくから、このバリエーションがあるんですよね、ペースとか、パワーの。これね、ゲームにかなりこう貢献するっていうか、やっぱペースのバリエーションがあると相手のリズムが崩れやすい。あー、もったいね、リスキーすぎ。そうそうそう、ゆるくいって、チャンスが来たらバコン、いきなりこうやってペース上げて、僕のね、大学時代の、元世界4位のコーチに言われ、マーティン・ヒースってね、コーチに言われてたのは、フロントウォール全体を使うといいと。展開が早いとか、こうパワー系の選手は特にフロントウォールのもうサービスラインから下ぐらいのショットがほとんどになっちゃうんだけど、それだとペースが一定で相手が慣れちゃったり読めたりしちゃうから、フロントオール高いところもうまく使うとバリエーションができていいよって言ってました。よっしゃ、そうそうそう。あー、もったいねえな。今のスローペースでいいラリーしてたんだけどな。
Yes, sir. Seven six. What about tonight? Sorry? What about tonight? I'm 4 hours late. You're a bit late to the, you're a bit late to the shot. You're a bit late to the shot. Which is a safety from there. レフリーは今バレンティンにちょっと遅かったねって言って。 Not ready to play って。バレていいやつだ。クロスちょっと危なかったね、ごめんねとか言って。のストレートじゃないね。5本ぐらい連続で。チェ。ここでね、多分やっぱり1ゲーム目からだんだんちょっとずつ集中力落ちてるんですね、これ。もうこれだね。の集中力。こっから9オールまで持ってきたいところなんだが、どうなっちゃったんだっけ。あ、やべ、あ、ふざけすぎ。普通のストレートでよかったのに。ボーストに見せかけストレートで引っ掛けようとしてタクシーしようとしたら完全なる失敗でしたね。うわあ、もうダメだ。セブンオールのラリーでから集中力が一段と下がってましたね。やっちまってるパターンだ。もうこの瞬間ね、あの最後の負け方しょぼすぎて、ちょっと4ゲーム目やってやるかと火がつきましたね。ここでちょっと注目してもらいたいのが4ゲーム目です。僕返球ドロップから始めたのは、僕の他のねビデオを見てくれてる方なら知ってるかと思うけど、あ、ちょっと待って、このラリー面白かったんだ。あ、そうそうそう、2回背面バレンティンは今
He's tired. 疲れてるから止めたんだって。そう、さっきのすいません、あの話途中になっちゃった。まあでもね、ラリーが面白かったからあれなんですけど。4ゲーム目、まあ3ゲーム目ぐらいからだんだんね、ボールって劣化して柔らかくなって、跳ねにくくなる。で、さらに3ゲーム目が終わった後の4ゲーム目のボールがね、2分間休んだ後のボールで始めると、明らかにボール弾まないんですよ。だから短くならないことに注意と、チャンスがあったら前に早く攻める。弾まないから点が取りやすい。これ大事なんですよ。うん、いいね。ロブをタイミングよく結構使えてるな最近。で、攻めるときはこうやって結構ビシバシいくと。うわ、ナイス、ナイスボールストレート、今の。グッドラリーです、今のは。最高だった。フォアで超早めにボレー入って、相手は、まあ、ボレードロップとか、クロスとか、おお、ナイスショット、来ると思ったんだけど、自分はそれを読んで、わざとストレートでパンチ、一回相手を下げて、様子見て、ウェイ、シックスラブ、ちょっとちょっと、めっちゃリズムがいいぞ。4ゲーム目で締めてやろうと思って、集中力を上げていったのが良かった。ウェイ。3連続ニック、これね、打ったら来たと思ったんですよ今の。ナイス。お、いいね。なんか4連続ウィナー。リズムがいいときバカバカ入るやつですね。8ラブ。まあでもバレンティもちょっと疲れたのかな、3ゲームで。なんだ今のドロップ。いや、ちょっと走らされちゃった。あっつって疲れて、あれなんでミスっちゃったんだろうな。疲れだな多分。
うまくランジできてなくて手首だけで打ったから集中最後まであと3本28これもよかった。ドーン。そう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 。ああやってめっちゃめちゃ前に詰めてると相手はもうドロップ打たれたら終わりだから自然とね前に相手も詰めないといけない。そこでバーンって後ろに打つとうまく抜けるともう最高なんですよ。超安全にポイント取れる。いいね。クイックボレードロップ。お、あれニック狙ってたんだけどめっちゃ高かった。310マッチボール。おお。なんかちょっと疲れた終わり方だけど。113。よかった5勝目イエーイ。これでね、ランキングちょっと上がって、まあちょっとじゃないな、ポイントがちょっと上がるだけだから、3月はこの大会で一つランキングが上がる感じなんですが、まあとりあえずね勝ててよかったです。まあこの試合は結構自分が最近考えてるもっとなんかこうソリッドにこう固くまあ、ちょっと安全なスカッシュを自分の、元々の展開力で攻める、スカッシュに混ぜてこう強くなろうと思って、だからこう結構ロブで後ろに抜いたりストレートロブクロスロブでねこうフロントオール全体を使ってで相手の、リズムを崩すようにしてます。はい、うん、まあいい試合だったと思います。たまにね、ちょっと安易なミステイク、ちょっとあったんですけど、いい試合だったと思います。ではでは、次ね、先月の、ビクターの試合、やっと、次の動画でアップ しようと思うので、その動画も楽しみに、これからも応援よろしくお願いします。ではでは、また次の動画をお楽しみに。ボンジョーネ。